はい、こんにちは。ここはシンガポールマリーナベイサンズでございます。マリーナベイサンズについてはシンガポールのことをご存知の方は多分、知ってる超有名な、まあ、ホテルなどが入った複合施設でして、シンガポールのシンボルですね。そこのほぼ最上階、おそらく人が、泊まる部屋としてはもう、かなり一番上に近いところだと思う。まあこれより上は55階とかしかない、53階なんですけど、この素晴らしいスイートルームを今回は紹介しようと思います。これね、1泊11万だと思ったら1泊9万円ぐらいですね。まあ、どう思うか分かりませんけど、海外のホテルって基本1部屋あたりで料金を払うんで、これ2人が定員なんですよ、この部屋は。だから2人で泊まっても1人で泊まっても、9万円ということで、結構安いんじゃないかと思うんですね。オーキッドスイートという部屋です。ただなんかいろんなオーキッドスイートがあるみたいで、なんか私は当たりの角部屋に当たったのかなと思います。ね、この部屋の写真ネットで探したけど出てこなかったんですよ。いろんな見たんですけどね。で、わかんなくて、だからもしかしたらこういう部屋は普通より料金かかるんだけど、今日は特別に安く泊まれるみたいな、試すことありますんでね。そうかもしれません。For audience abroad, I'm not very good at English, so I speak only Japanese, but this is the most famous building in Singapore, Marina Bay Sands.This is 53 floor of 57th building, named Orchid Suite. This is Bay Area and that is city view. こんな感じですかね。So I speak only in Japanese from now. これが、ベッドしました。日本語喋りました。こちらは、テレビでございますね。まあ見やわかる。この巨大な部屋にしてはテレビはちょっと小さいのではないかというような気がするんですが、まあいいですね。で、そしてこちらもですね、この巨大なソファーと、それからこうベンチじゃない、これもソファーっていうのか、ちょっとね大きいこれなんか実はソファーじゃなくてベッドになるみたいなやつかなと。そうじゃない、本当にね、ソファーとして使うためのソファーです。これでもう余裕で楽々眠れるよな。快適だ。これ十分じゃないですかね。これ以上何を望むというのか。普通のホテルよりすでに入り口からちょっと行っただけでも十分通常のホテルを圧倒してるんですけども、こちらスイートルームでございましてですね、とんでもなく大きく、はい、こちら円卓でございますね。日清戦争の講和条約、下関条約か、そういうの締結できそうな感じ。まああれはもっと大きなテーブルでしたけどね。ちょっと座ってみますかね。さっき座ってなかったかな。なんか結構体をしっかり支えてくれそう。あ、いいなぁ。これ天井も高い。高いことないです、これ。何これ。こちらスイートルームでございますんで、スイートルームってのは長期滞在を、意識した部屋となっております。人揃い、普通のお家にあるようなものが一通り揃って、こちらタンス、まあ、みんなの大量に持ってきた服とかをこの中に入れておくんですかね。ここに1ヶ月住むと、まあ、約家賃は300万円ということでした。まあ、私が計算したら、30泊予約すると300万なんですけど、まあ、300万ならね、安いんじゃないかなって。掃除好きですからね。なんかそんな風に思っちゃいますけどね。こんな風なこう引き出しがいっぱいあるんですが、こちらを開けますと、こちら冷蔵庫でございます。皆さんご存知の日本語も書いてあります。プライベートバーの自動チャージ、取り出された商品の料金は自動的にお部屋付けとなります。ご利用ありがとうございましたと書いてありますが、まあ要するにこの中の冷蔵庫は物売りなわけですけども、これね、自動で検査するというものでして、なんか重さを測るらしいんですけど、これをね、ここにふっとこう持ち上げると、重さを感知して、そしてその情報をホテルに送り、ホテル側はこれで、あ、なるほど、この客はこの商品を取ったんだっていうのがね、この重さが上からこうなくなった瞬間に分かるんで、でホテルに預けておいたクレジットカードの情報を使って、ホテル側はこっちからもうか勝手にっていうのはおかしいんだけど、何も言わなくてもお金を引いてくれるというもので、まあ、便利なんですけど、要するにそういうふうにこうちゃんと考えましょうということですね。うっかりこう取っちゃうとお金かかりますんで、まあ、この部屋に泊まる人だったら別にどんな料金でもいいかなと思う。これ開くかと思ったら開きませんし、これもこうなんか物飾る用の棚なんだろうなと思うんですけどね。一泊だけで帰る人にはとても使いこなせん。スイートルームにね、一泊するっていうのは、まあ、一泊分のお金があればできるんですけど、本来のスイートルームの考えられている長期滞在を実現するっていうのは、そばらも無理な話なんでね。こちら、お風呂ですね。入ってみるか、これ、後で。ちょっとなんか、恥ずかしいけどね、一人だけど、こんな広いお風呂入ったら。なんか、
ちょっとね、これはあまりにも快適だったんで、あのこの中で寝そうだったんですぐに上がってきましたね。ここにまたいっぱいあるな。なんとか読めませんけど、まあ石鹸の類でしょうね。もうこのままで見るものが多すぎてね、早く取らないと明日になってしまう。ここはあのシャワー室でございますが、まあ、このシャワーも多分こうビャーって出るやつはブワブワブワって出るやつ、こうなんか2つ整えられそうな感じですよね、これね。ちょっと後で気をつけようと思いますけどね、やるときは。それから、こちらはあのシャワージェル、コンディショナー、アンシャンプーでございます。ちょっと外国人には分かるよね、あのネイティブっぽい発音、もっともあの今のネイティブな発音なのかもしれませんが、それからこちらはね、トイレですよ。トイレ、まあ、このトイレって大事だと思うんですけど、トイレはね1個です。で、あの意外だなと思うのが、これトイレはね、うん、ウォシュレットとか温水洗浄便座ではないんですよね。なんかそういうやつにしといてもいいんじゃないかなっていう気がするんですけど、うん、なんででしょうね。あのこれはね、日本だったらこういうところ絶対温水便座だと思うんですけど、まあなんかケチってるわけじゃなくて、そういう発想がないんでしょうね、多分シンガポールに。そういうものなのかな、まあ、もしくは他の人が使うようなところにウォシュレット、他の人が、ね、自分専用でないところにウォシュレットなんか使うかよっていう感覚があるのかもしれない。もしかしたらタオルもいっぱいありますよ。一泊で到底使い切ることができない、もう大量。これはバスマットですかね。それから、まあ、2人で本来はこういう部屋は泊まるのが普通だと思うんで、まあ、1人でも別に使えないんですけど、2人で利用することを前提にこう大きな、やつが2つ。これトートですね、トート。あとは、まあ、これも持って帰るか、たまには。なんかいつもね、こういうところ来てね、あの持って帰ろうと思ってね、あの石鹸とか持って帰るの忘れちゃうんですよね。よくないな。あとは、まあとこの外の夜景、これ素晴らしい夜景もあるんですけども、こちらがあのベッドルームでございます。私があのじゃらじゃらとこう散らかしたものなんかがあのここにありますが、まあ、散らかってもせいぜいこの程度ですよ。もう荷物がこれね、普通のホテルだとぐちゃっとしてるなって感じだと思うんですけど、 あまりにも大きいですので、あのこれ見てもね、あの よくわからないところ散らかってるのかどうか。これ広いからね、これ汚いな。ゴミ箱の中にあのビニールとかをかけないのが海外流らしいんですよね。多分なんかプラスチックとかの節約というかこう出さないためだと思うんですが、まあよし、そっと置いとけば大丈夫だな。アイスクリームなんでね、箱にベタッとアイスがついてると超悪いじゃないですか。こちらにもあのゾウさん、お鼻が長いのね。おお、すごいな、これこんなカチカチになって、海苔で固めてんのかな。なんでこんな、このゾウはこんな硬いんですかね。いいね。Have a good day って書いてあるんですね。はい、ありがとうございます。こちらベッドでございます。まあ、このデラックスなベッドはやっぱね、これ紹介せざるを得ない。やってみますか。小野田さんみたいにね、あの、ベッドダイブっていうの、いきますよ。いくぞ。ほっ、うわっ、うわっ、もっとかっこよくできたな、本当だったな。ちょっと一旦このここに自撮り棒あるんですけど、これ撮るじゃないですか。よし、じゃあゾウさん見せてね。そう、明日行こう。ほっ、あ、危ないな、危ない。変なことするね、あれとこ。何こんな高級ホテルでこんなことやってんの。大変申し訳ございません。ここでね、よし、次。あ、こんなところになんかあんな。中は当然空だけど、なんか入ってますね。何を入れるのかわからん。もうこういう小物を入れたい人はどうだって感じだろうな。あ、多くて困ることはないですけどね、収納は。これは開かないのかな、不思議だ。これが気温か。エアコン何個あるんですかね。ちょっとわかんないですけど、1個、このエアコンなら2個ありますね。このなんかエアコンっぽいのありますよ。これ3、4か、なんか出てくるな。多分4つぐらいあるんだろうな。あそこにエアコン5個あって、6、これもエアコンか？ちょっとわかんないな、これは。これは、いや、なんか、あの、出そうな感じでしたよ。これもエアコンっぽいなぁ。お、あ、これ面白いね。あ、カーテン選べるんだ、これで。ライティングコントロールホールウェイ。これで、ここの明かりなんかも消すことができるんですが、ね、そしたらね、ちょっとカーテンを閉めてみますか、まずね。はい、行きまーす。おー。
それちょっとね、あのいろいろ撮る動画がもうあまりにも多すぎて、このままだと全部紹介しきれなくなりそうなんですよ。もうこのベイサンズが あまりにもすごい場所だからね、この部屋の中だけで終わらせるわけにもいかないので、また夜の出撃も必要なんですが、しかし時間はどんどん遅くなっています。だからね、また細かいことはうちのチャンネルで細かく紹介しているのがあるんで、最後に映像とかはねダラッと見せることにしますね。カーテン閉める。これね、こんなリモコンあるんですよ。これ押すと、あっち見てくださいね、あっち画面回して、はい、これこんなこうカーテンもリモコン式ですよ。逆にテレビ動かしたら壊れちゃうかもしれないですね。はあ、よし、挟まれてみますか。おお、まあそれは別に、それはただ バカを手伝わしてるだけだな。あとは明かりをね消すのが素晴らしいんで、一旦どうすっかな。お、なんだなんだ、またなんか音が、あ、これ内側のカーテンもあんの。なんか音がしてるけど何が起こってるのかよくわかんないな。何かが閉まってるのか、窓が大きすぎて向こうからカーテンがこっち、あ、来てる来てる来てる、この白いレースのカーテンが来てることに気づかなかったんだな。これを引っこ抜くじゃないですか。で、しばらく待つと明かりが消えるんですよ。やっぱこの素晴らしい夜景は暗い状態で楽しまなければいけないと思います。いいですよね、これね。マーライオンがあの辺、That is マーライオン over there と言っていけばいいかな。That is ルイ・ヴィトン。I don't like ルイ・ヴィトン very much。これなんだっけ、名前にここ来た時、あそこも行ったんですけど、もう忘れちゃったな。マリーナ・ベイ・サンズはもうね、あまりに大きすぎまして、なんか下、川下りみたいなのもあるんですよね。この中でね、ショッピングモールの川下り。あれもなんかおかしい感じだったけどね。まあ、ともかくこれが、シンガポール。頑張ってますよね、シンガポール。まあ、シンガポール好きですよ。何が好きかっていうと、東南アジアの一つの小さなね、島だったのを頑張ってここに外資を、ここに外貨をね、獲得するために、頑張ってもいろいろ手を尽くそうっていう、そういうね、感じがこのシンガポールからは、見えると私は思ってます。だからなんていうのかな、シンガポールのこう頑張りの結果がこの景色であって、いろいろね、こうブランド物があそこでこうギラギラしてたりとか、高級車がなんか走り回ってたりとかですね、こんなマリーナ・ベイ・サンズなんていうのもできて、これもシンガポールって小さな国、もうこんな小さなものでは自分の国だけでは、うまくやっていけないから、だから、こういうものを作って、まあ、自分の国だけではっていうのはこの小さいからね、何かあるとすぐ、困るということになったりすると思いますんで、まあ、それで外国に、徴用される国を目指して、そしてこんな立派な国を作ったわけじゃないですかね。私たち日本人も頑張って、シンガポールに追い越されないように、もしくは、まあ、追い越されることが悪いわけではないんですけど、もしくは追い越されてるかもしれませんが、うん、頑張りたいもんですね。立派なビルダー。なんか東京もね、まだどんどん、立派な建物今後も増えるみたいなんで。よし、じゃあ、インフィニティプールに行かないといけないからな。もう真っ暗。何も見えませんかね。明かりは向こうに行かないとつかないんですけど、向こうもいい景色ですよ。ちょっと暗くてちょっとあれだな、見えないな、あまりにも広すぎるんでね、ここにカードを差し込めて書いてあります。よし、もう一度明るくなりました。そうするとこっちがこう開くじゃないですか、ね、バーン、向こうにこう立派な港、詳しくは私の動画でご覧くださいね。それからすいません、お金が、こんな風にこう開くということでございます。すごいね。じゃあどうもありがとうございました。というか冷静に考えて、大学4年間で、ね、ここまでこんなところに泊まって、なんかファーストクラスで東京往復するようになったりってすごいね。すごくないですか。もうすぐで大学4年も終わりですけどね。まあ、いや、こんな話するために360度カメラ買ったんじゃないんで、はい、終わり。どうもありがとうございました。翌朝になりました。よく考えたら昼の景色も映しておかなきゃいけないかなと思いましてね。まあもう皆さんも分かると思うんですけど、まずは港側の景色、朝のこう下にね、庭も見えております。なんか向こうの方に、上を歩いていける橋みたいなのがかかってる。あ、結構日が当たるから窓は暑いですね。こっち側もう本当に日本の真夏の暑さって感じだな。よし、じゃあ次ね、向こう側に戻りますよ。
じゃあ途中お風呂にも入りましたんで、まずはここをご覧に入れますか。まずはというか続いて、ね、はい、こちら、まあ、このお風呂、ね、これ多分お湯を抜くにあたって手をこの中に突っ込まないといけないと思うんで、まあ、これから掃除の人が来ると思いますからね。一応10万円払ったんだから、まあ、掃除の人にやってもらってもいいですか。おっと、いかんいかん、こんなところにタオル落としちゃった。これぐらいはちょっとここに置いておこうかな。掃除の人もね、気づかないってことはないと思うけど、でも気づかないで次のお客さんがなんかこんなところにこう吹っぱなしになってるぞなんてなっちゃったら悪いですからね。よし、これはもうチェックアウトの時間なんですけど、これはこのまま置いてたら次のお客さん使うかな。じゃあ持って帰らなくていいや。なんかこう、これは未使用だから多分次の人にね、渡されるんじゃないかと思うんですけど、あのシャンプーとか使っちゃったんで、一度使うものを次のお客さんに出すわけいかないから、ほんのちょっとしかね、使ってないのに全部処分ってことはもったいないんで、あの全部持ち帰ることにしました。まあ、それからやっぱりシンガポールの景色、昼もいいですね。あ、どうですか、360度カメラ導入してよかったな。いろんなものを撮るのが面白くなりますよね。こんな感じ、ちょっと景色向きを変えますね。多分この方がね、映像的にはよく映るんじゃないかな。あ、すごいすごいでしょ。多分ちょっと長い棒かなんか取り付けて、皆さんもご覧に入れたいところなんですけど、もうですね、時間的にそろそろ限界が来ておりますので、これあの日本円拾って、今回はあの2泊3日なんでね、しかも3日目はもうただ夜行で朝早く東京着くだけですから、なんかもうシンガポール道路も持ってないし、まあ、気楽なもんですよ。よし、じゃあどうもありがとうございました。